あと60度ぐらい。レクサバーは60度。だから、南国。南国です。南国、どんどんと衝撃が来ますから。このやり方が痛くてこうなっとるやつを、そういうのが落とし込む時は、これよくなってきてるね。こういうのが出てくる。リキュアスのパーツはね、必ずというていうぐらい、100回のリキュアスのパーツは反対があると思わないけど、大概上立て。こうなっとれば左の筋的が合っとるかと思う。In this case, maybe just because the left ball is in front of the left side, the right side, left side. The center ball is in front of the left side. So you wouldn't be able to pull his left side. You wouldn't be able to pull his left side.思い出な親指を折ってくださって簡単にの、そして無理してても上を起こして相手が帰れんような状態を踏んどっても結構よ、ね、30センチ以上そして促進打法ですな中心者バーン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 と右ねもし右だったら右ですかこっちやればこっちやろ右の時には右してるわ左の時には右真ん中に真ん中にあの300ビル1000ドルだそう即死これと次は金的空で気絶した場合ですねもう船アクランでしまったその時には眼中の中心です眼中ですね眼中の両サイド T が当たりますでよく見ますいくら見てくれた And elbows together. And the first we see elbows So do not forget to give the in all regards here. I give the だから私がこちらからパンと当てるから、ね、
こちら側は脳震盪を起こしてます。脳震盪を起こした側から先に跳ねてる。先生、in the right side and the left side of the brain is vibrating. So try to treat the other side first. So hit the right side, but try to treat the other side. In all this case, right injury and treatment of the left. それ左右やりますよね。やった後で、after that, after you treat both sides, 三五、三五、四五、四五、耳の真上で、そして親指は脳かって。And the thumb is placed on the こうして専用にね、挟んで。そして、四つの指が一緒に動くけど、それで八つ指ね。一、二、三、四。それを早くしろ。それで、後ろの指っていうものは、おでこの部分で絞り込んでいきます。Thumb is toward the forehead. Shoulder low. シャマン。だけどまあ、脳活ですね。脳活の時には絶対これ以上していいので、ね、1対1の場合に困ります。1対1ということは、2人だけの時に困ります。ということは分からんですよ、こんなこと。目開けたら、目動かしたら。それを自分が察するのための友達に言うと。だから必ず、指のビビッと響きがきますから、あ、気がついたんやなっていう。だけど、気がついても片側だけでせんよ。反対側も。So, if you can't find any assistance, hey, 伸びたな。雨みたいにこうなるわけですね。はい。私はこちらから先ましたね。はい、こちらから先ました。His left side, so he's treating right side first, then left.その後で、1、2、3、4、ありがとう。どうありがとう。